最近ビーガンにムカついてるからビーガンの話。俺マジでビーガンじゃないけんな。ビーガンの気持ちわからんだよな。なんかさ、別にさ、俺のこの勝手なイメージなんやけど、そのなんかビーガンとフェミニストって同じくくりと思っとって、何で同じくくりかっていうと、その強要してくるよね。あと、あれ。美術館とかで、なんかペンキ巻いとう人たち。その別に自分の価値観とか別にいいと思うし、その俺は肉が嫌い。別にわかる。俺も別に野菜嫌いやし。わかるけど、その俺野菜嫌いやけん、野菜食いようやつぶん殴ったりせんし、なんかわかる。クリスプサラダワークスの前で座り込みせんわけよ、俺は。野菜ばっか出しやがってって言いながら別にせんちゃん、そんなこと。余裕あるけん、心に。心に余裕があるけん、別にそういうことせんくて、いちいち。なんか普通にそこがおかしい。あいつらみんな。普通に意味がわからんくない？そう、よそはよそ、うちはうちの家庭で育ってないんよ。なんか壁ついてない団地かなんかで育ったん？あれ。なんだ、壁が一枚もない集合住宅で育っとうやろ。じゃないとああはならん。結局さ、なんか、そうやってさ、どこの界隈とかもさ、別にちゃんとしとやつってちゃんとしとうわけよ。なんか別に俺の友達もビーガンのやつおったっちゃうけど、別にそいつって、なんかそいつが口を開くまで俺気づかんかったっちゃん。やけん、俺普通になんかなんか普通に飯誘っとったし、確かによくよく考えたら、あんま肉食ってなかったかもしれんなぐらいの感じだったっちゃうけど、なんか別に、押し付けて今期気づかんかったわけよ。そう、やけん、それなんかちゃんとしとうやつも、おるのに、その、なんて言うとその一部のマジやばいやつがさ、あえて押し付けまくるけん、結局、なんか、界隈自体がやばいってなる、なんか分かりやすい図よな。あれ、まあ、俺らの会もあるし、だから、まあ、なんか、どの会話もそうなんやけど、明らかにその人数が多いんよね。その、わかる。なんか、明らかに やばい層の人数が多い。めちゃくちゃな。あれがマジでおかしいんやと思うやけん。なんか、余裕がないでよ。やばいやつの声がちょっとあまりにもでかい、ジャンルではあるよな。数が多いわ。めっちゃ、強要してくるやつの。変態ばっかり。